です。どうも、アクションズのタケト。シュートと。アイトです。そして、コリン、どうも、マリモです。よいしょありがとうね。車企画やりたいっつったら気遣ってくれて。俺らもこういうトークやりたかったからさ。いやいやいや。車に乗って動画撮るの夢だったんよ。ずっとして帰り道、ずっとしてた、ね。そう、撮ろう撮ろうっつって。1ヶ月前からね。いつ撮ってるからほら。じゃあ、というわけで今回なんですけども。はい。じゃあ早速企画の方から説明させていきたいと思います。はい、はい、今が静岡コーラです。あー何も飛んでる全部飛んでた。はいはいはい、今回の企画は、はい、マクドナルドのワースト3当てるまで帰れません。前回の逆、前回のまあ逆ですね。なるほどね。ごめんね。ワーストね。ワーストならなんか余裕な気がするけどね。自分がさ、これは食わんわってやつ選ぶでしょ。そうだよ。好きなやつはさ、なんかそれぞれなんかあるけど、嫌いなものって結構固定されてない？でもさ、人気ベスト10でさ、チキン入ってなかったら納得いかなかったじゃん。俺も思うよね、チキン入ってるって。そうだね。だからこれも多分よくわかんないんだよ。え、世間と嫌いの価値観もずれてる。多分ずれてる。ドライブスルーもやりつつ、で普通の店舗にもよります。なるほど。だから結構のね、マクドナルドを回るという。撮影前にジローも食ってるしね。そうなんです。おかしいよ。もう完全にお腹7割ぐらいの状態で始めるから、この企画。で、マクドナルドはね、みんなで食べればね、無限だから。いやー、ちょっとね、どうだろう、いけるかな。いや、あ、いけるわ。いけます。行こう。行きます。行こう。で、詳しいルールなんですけども、3品ずつ買います。はい。で、毎回、食べ終わったらハイテ君に、ワースト入ってますかって聞いて、入っていなかったら、ずっと回り続けます。なるほどね。で、今回ちょっとやばいとこがありまして、ワースト3なんで、全部最後に揃った方が気持ちいいな。そりゃそう。そりゃそう。気持ちいいよ。熱っ。なので、熱いね。今日暑いね。ちょっとまだ気温が。隣に家族連れいるけど気にしない。気にしないね。まだ車降りてないからね。で、ですよ。せー。じゃあ、上がった。あー！あー！ワースト3を、まあ、まず1つ見つけるとします、それはもうずっと頼み続けないといけないです。3位見つけても？見つけても。あ、もう揃わないとダメなんだ。最後に一気に揃った方が気持ちいいので。お前の気持ちよさのためにきつい思いにするの？じゃあみんなの意見。本当にいいのか？本当にいいなら俺はいけるぞ多分。だからこの曲はめちゃめちゃ多分鬼畜。これ今日ケツ決めてないからいいよ。マクドナルドって寝ず4時間だから。明日の昼までいけるわ。全然終わらせる気ないな。お前ずっと好きなの空気だよ。っしゃ行こうか。はい、そんな感じで今回やっていきたいと思います。はい、それでは早速ワーストを巡っていきたいと思います。それでは行きます。ちょということで、はい、ワースト3とは言ったものの、どういったランキングなのかの説明を全くしてなかったんで、ちょっとするんですけど。確かに。はい、一応、みんなのランキングっていうそのサイト、を使わせてもらってまして。その、俺のランキングでもあるってこと？みんなのランキングだから。みんなのみんなのなんだ。そうだ、みんなのだからね。みんなのだから。あ、そうなんだ。人気投票1から67位っていうのがあって、このうちの一番ケツから選んだんだけど。はいはいはい。しっかり期間限定とか昔のメニューも入ってるわけです。グランクラブハウスとか入ってる。ああ懐かしい。ないやつ、うん、なのでケツから探してて今現存してるメニューでワースト3をする感じで、押し出しにはなるものの、はい、まあ、そのサイトでの順位で、そうだね、今回選んだのが57位、61位、66位。が一応今回のワースト。ワースト。了解なり。じゃあもうすぐ着くから、もう今決めとかないとあたふたしちゃうから。俺一個ないと思うの言っていい？うん。サイドサラダ。え、そういうのあり？じゃあ俺そういうのありだったらいい？コーン。ああ。絶対コーンだ。不安。サラダって割とセットで含まれちゃってるから。わかりました。何？まあ俺そのマクドナルドの全メニューをさ、食べるって企画昔やったんだけど、これ誰が頼むんやと思うのが一個ありまして、ミルクってのある。あ、え、牛乳。確かに牛乳ミルクあるわ。誰が頼むんやって。確かにミルクってなんだよって。ミルクは入ってると思う。あるね。飲み物も範囲ないでしょ。もちろん。あー、コーンでタクがミルクで、翔ちゃんは？うわー、どうしよっかな。バーガーがあった場合ヤバくない？ヤバい。バーガーってさ、むしろなくすだろ、ワーストになったら。だってさ、バーガーそもそもさ、主役なわけやん。そうだよ。それがビリにいたらマックは消すぞ。いやでも、あの、カマセイヌってパターンがあるのよ。これがあるおかげでこっちが売れてるよねっていう。機械トカゲか。え、どんどん浮かばねえぞ。いるの？その候補は。いる？いないね。え、どうか。いねえじゃねえ。ソフトツイストじゃの、あの200円の方。ワッフルコーン。ワッフルコーン。わざわざあっち頼むって思う。
あーなるほど、100円のやつじゃなくて、うん、ちょっと高めのやつマックで頼むんかいっていう。確かに確かに、そうそうそう、100円でいいやん、うん、そこをわざわざワッフルコーンにして、うん、ジャムかかってるからってマックでそれ頼むかなっては前から、うん、なるほど。で全く本当にガチで関係ないんだけど、うん、マックシェイクを食べたいからマックシェイク頼むいいよ、個人的な、いいよ、うん、後悔すんなよ払いてって言ったら俺止めねえかも。いや俺ね本当にちょっと今甘いもんが食いたい気分なの。あ、うん、シナそのマックシェイクはどうする判定は。絶対入ってないだろうけど、わっさり脳幹でいこう。脳幹で、脳幹でない、マックシェイク、マックシェイク怪しくなって頼んだ時に、うん、でしょ、つけかもね。いや楽しみだな。本当にドライブスルー機会があったらマジでやってみたかったの。え、初？初初、人生初。コロナとかもないの？ない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 、今ないね。まあまあでも絶対ないね。もうだから車に乗って撮影するってのは特別感あるよ。いやまあ今慣れてるから。いや俺はさ、いつも部屋で一人撮ってるからよ。さっきもさ、車内でさ、あのインスタのストーリー撮ってたよ。歌うやつ、いやね、俺もう窓開いてるから、意外と怒られちゃうって、ウィーンって自分でなんか戻したの見て悲しくなったもんね、自分で自分が。いやでもちゃんと出してたよ、これ。あいつ、テロー歩く JK、 歩く JK、 振りようか迷ったもん。振りようか迷ったけど、やめた。またコンプラ気にしちゃった。すいません。JK がいっちゃ怖いから。歩く JK が一番可愛い。出た、出た、出た、出た。JK 振れるって一番怖いんだよ。俺は振れたら犯罪だから。そうだよ。別にさ、あの、うん、その犯罪はしたいじゃなくて、可愛いよ別に。だって親戚の子的な可愛らしいみたいなのはあるよね。なんか、うん、青春なんかいいなっていう、うん、可愛いなっていう。でもお前違うだろ。え、お前は違う方だな。あ、ほんだろ。バカ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 捕まっちゃうからダメだ。そこで一回捕まってるもんね。言ってないで、言ってないで、言ってないで、言ってないで。ちなみにワッフルコーンはワッフルコーンストロベリーとワッフルコーンチョコ&アーモンド。あ、それも分けんの？このプレーンも。絶対ストロベリー人気なくない？この中で言ったら絶対プレーン人気ねえだろ。安いの？なんでワッフルにすんのってなる。え、全部一緒の値段なの？ワッフルコーンプレーンは150円で、残り2つは200円、200円。あー値段が違うな。設定だな。え、でも学生のアイスが200円は高いぜ。確かにガリガリ君だったもん、俺学生の頃。それがカプリコな。どう200円も出さねえよっていう方にかけるか、ソフトツイストがある手前ワッフルコーンに150円っていうその中途半端なの買わねえよだったらどっち買わない。俺が学生だったら正直そこは惜しまずに買っちゃう人間なのよ。最近のでも子供金持ちだからな。ほらもう言わないといけなくなっちゃうよ。じゃあ俺はノーマルのソフト、はい、あ、ワッフルコーンね。ワッフルコーンプレーン。いやこれ流行って、あれドリンクも入るの？ドリンクはない。ドリンクはない。ソフトドリンクはないってこと。ソフトはないか。あ、ちょっと恥ずかしい。おもろ。わーい、わーい、わーい、フロリダ、ふふーん。すごいぞ。見たことねえもん、この絵。一旦どっかに止めてから食べたいと思います。お腹いっぱいになってるあたりで、あ、食べてもらう。緊急措置。うん、じゃあいただきます。いただきます。どうぞ。まあでも不人気だけど、別に俺枝豆とかも別に嫌いじゃねえ。嫌いじゃないよね。でこれ結構高いもん、200円ぐらいするから。でもこれが180円なら俺びっくりしてる、うん、これより高いの？だから買うわけないの。だってさ、俺コンビニよく行くんだけど、これの倍の大きさで140円とか、うん、美味しい牛乳とか。そうだね。あ、そうだね。本当に頼んでる人俺見たことないからさ、うん、ハンバーガー系が1個入った時のお金さなんだ。入ってるとしたら、今さっきメニュー見た時に思ったんだけど、うん、スパビ、人気なさそう。まあスパチキの方がうまいから、200円のやつが。それこそスパチキのためにある気がする。なるほどな。かまけな。お腹いっぱいです。早いなあんたさ、マックルーリーあるんだからさ。そんなこと言っちゃダメなのよ。ジロンは食べ終わって順位発表されて、うん、ここでメニュー決めてっちゃうか。うん、うん、はい、はい、そのままいいか。ということで今日は大丈夫でしょう。あ、じゃあ降りてもらって。そう、こっから越谷だよ。遠いよ。帰り送っていけるのに。いいの？やろうか。じゃあ食ってもらって、うん、俺らのさ共通認識としてはバーガーはないなって思ってるよ、ワーストは、うん、だってバーガー食うために来てるよ。そうなんだよな。バーガー食うために来てバーガー嫌いなんか絶対ないはずないよ。だからサイドメニューかそこら辺のあれで行った方が絶対いいよ。まあチキンナゲットも絶対人気でしょ、うん、まあ枝豆コーンはその枠に入ってると思うけど、シャカチキンも頼むからね、うん、150円だし、うん、ってなると、まあ、ヨーグルトも確かに頼むやついいのって話だけどね。190円でだって、うん、ヨーグルトないわ絶対。
枝豆コーンヨーグルトミルクでバンバンバンで終了かもしれない。まあそれだったらちょっともう一回やろう違う店舗でこのターンで終わったらおもろいけどいやでも俺割と確信あるけどな、ミルクはマジで俺頼んだことないもん食べ終わりました。はい、食べ終わりました。うん、普通に食いたくなってるやんミルクだけじきついな俺。いやもうこれ行こう、行こうか。マジでもうこれはどれか1個は入ってる、そういう確信が俺の中に多分ある。それ言っちゃうと前回食べちゃったから。そうですね、行きましょう。俺が飲んだミルクはワースト3に入ってますか。お願いします。入っておりません。は？ちょっと待って、ちょっと待って、あ、怖い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 、今ドリアが今ちょっと待って、え、ミルクはでもちゃんと入ってるんだよね、そのランキングの中には入ってる上でワーストではないんだ。実は入ってないんですよ。なんだよそれ。焦った焦った、呼んでこいそれ作ったやつ。その普通に焦ったもん。入ってないのか。これをワーストとすべきかと思ったんだけど、まあ順位に入ってないって言ったら、そもそもその選手登録されてないようなもんなのかな。俺が食べた枝豆コーンはワースト3に入っていますか。入っておりません。おっと、やばい。え、ランキングには？ね、これがもともとスイートコーンだったじゃない。あ、そうですね。スイートコーンだと50位なのよ。まあ入ってないです。怖っ。割とミルクと枝豆って大本命。そうだよね。おい！何名してくれ！むずいね、みんなのランキング。もう本当に長くなりそうじゃん。そうよ。マジでやばいじゃん。逆に正規の入ったら切れるぞ、俺ら。おい、なんだっけなんだっけ、ワッフルコーンだな。じゃあ行こう行こう、もう。まだ入ってそうだな。ワッフルコーンプレーンは最下位に。入ってますか。入っておりません。入ってないか。ランキングには、これは順位には、ちょっと待ってね、確か入ってました。参考になるよね。枝豆とかに比べて上なのか下なのかみたいな。絶対上だろう、ね、ワッフル入ってない。え、なんだこのランキング。こっちのセリフだよ。 GM どうなってんだ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。これやばいぞマジで。今自覚が出てきた。やばい企画に参加してしまった。だってもうないもん候補が。うん、でも俺はスパビーの線ちょっと潰したいわ。ああ、それは潰していいと思う。夜マックとか入ってないよね。ない。限定とかそういうのはなし。一応ランキングには入ってる。まあ参考に言うと59位が倍ハンバーガー。ヨーグルトいっか。ヨーグルト。ヨーグルトありだと思う。黒ウーロン茶は頼むよね。いや、でもドリンクなしでしょ。ドリンクない。え、ミルクは？ミルクは言わずです。ふざけんな。あんだけ俺ら盛り上がってたのに。じゃあそれ、じゃあリアルを言うと、それは言うけどドリンクは入ってる。ただまばらすぎて1個しか入ってない。そうだね。その1個何か分かる。黒ウーロン茶。あ、3つ。コーラ。コーラ。何？コーラが38。コーラで。コーラで。もう俺がルールです。あ、ハイテ君ルールね。ハイテ君ルールなので、まあでもさっき最初に考えてたワースト3は変えないんで、ね、変えてないよ。だったらやっぱりスパビーとかちょっとこれ頼む人いるのっていうバーガーラインは行った方がいいか。だからサイドはやっぱね、頼むよサイドで。逆に高すぎて頼まないのもあるかも。だもんね。チキチーってどうだっただっけ。待って、前回入ってなかったっす。じゃあチキチー行くわ。そう、前回のあれ目を挽回しよう、はい、そうだね、チキチー行きます。じゃあチキチー、バビー。じゃあ俺もハンバーガー行くか。名誉挽回っつってさ、これで当たっても別に名誉は挽回されない。最下位だわ。確かにサイドメニュー頼むっつってもヨーグルトは頼まんて。ヨーグルト入ってないんじゃないかなって、そもそも。あ、入ってないのかな。入ってないパターンもまあさっきの考えるとあるっちゃある。それうざいな。チキンクリスプって頼むかな。いや、なめすぎ。なめてんな。なめてるか。いや、出口とか人気あんのかな。でも唯一一年中通して卵が入ってる。ああ、そうなんだ。フィレオで行こう。チキンフィレオで一回チキンフィレオで行くか。チキンフィレオ、オッケー、行きましょう。買いに行きましょう。2店舗目。あー、すでに眠いもん。よし、じゃあ紹介して。よし、はい、紙袋でいこう。ASMR だから全然。翔ちゃんがバービー。スパービーです。白でめっちゃ見えないわ。もう分かんない。チキンフィレオは、はい、チキンフィレオ。俺が、チキチーでございます。はーい、全く白飛びしてみる。あ、食べようか。いただきます。お腹空いてね。そうなんだよな。あ、こういうのなんだ。今日ワーストっぽい味してる。まあうまいよ。もう好きだし、チキン系。もうそれで言うと、ワーストの味する。ほんとこれならスパチキンの方がうまい。スパチキンは本当にうまいもん。うん、もう起きてる。起きてる。まだ2店舗目なの、やばいな。もう全然6、7ぐらいのテンションだ。じゃあ次は本当にいっぱいあると行くから安心して。 OK。 なんか前、お前ら撮った時にしばらくマックいいわと思って、うん、今回も思いそうだわ。お疲れ様でした。え、うん、
いや頼む、1個でいいわ、せめて。おほほほほ、これさ、軟骨で入ってたら毎回頼まないといけないってやばいね。まあそうだね。あ、そっか、微妙だなってやつ投げかなきゃいけないわけ。アポルールやめてよ。俺が食べたチキンヒレはワースト3に入ってますか？お願いします。入っておりません。あー、まあまあまあ、確率は一番低かった、まあ、うん、僕が食べたチキジはワースト3に入ってますか？入ってません。まずいな、まずいバーガーロスでまずい。いや、大丈夫、翔ちゃんが食べる。明らかにワーストの味でした。うん、スパビワースト3以内に入ってますか？3位か。よっしゃ、やったやった、よっしゃよし。いや、もうすごいね。後半へ続く。後半別日で撮ろうか。もう嬉しくて嬉しくて、もうワースト3位、セールはワースト3位、59位、57位。あ、57位。おお、やっぱ人気ないか。なるほど、ワーストの味するってのはもう間違いじゃなかったね。スパビのおかげでスパチキを売ってる可能性あるよね。いや、でもスパチキは人気だよ。人気だよね、絶対人気。多分スパビよくって期待外れやん。じゃあスパチキ食わる、スパチキ多分売ってるよ。そう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 、チキンメニュー見ましょうか。うわ、うまこれで全部バーガーだった時だるいな。まあ、ちなみにチキンフィレは16位、チキン20位。あ、結構人気だわ。とチキン上なんだね。え、じゃあいいですか、サイドサラダ一旦いっとこ。どうせヨーグルトの線も消しとく。ヨーグルトの線も消そう。そうだね。ハンバーガーっつってもさ、もうこれで一気にさ、選択肢が3個消えたじゃん。で、あとはキットカットのね、マックフルーリー、期間限定だって。あんたさは、うん、さっき1個食べとるのよ。まあいいよ。やだそれは食えん。あのさ、さっき腹壊してたじゃん。トイレで死ぬって俺に LINE を送ってきたよ。いや、でもここで1個減ったのはでかいよ。はい、皆さん、ただいまの時刻5時半です。開始して何時間半で、何店舗行ったんだっけ。もう6ぐらいもあった。2店舗じゃい。まだ2店舗じゃい。ねえ、3店舗目行こうって言ってこんな時間かかります。恋バナしかしてない。恋バナしかしてないよ。恋バナしかしてない。柏駅ってところに着くんだけど、はい、まあ、そこには、ね、マクドナルドがいっぱいあるので、うん、もうそこを巡っちゃおうっていう。そうですね、車止めて、まあ、ドライブのね、このシーンも撮っとかないといけないので、なんか喋りましょうよ。なんか喋りましょうよってなんだよ。いや、言うてもよ、3店舗目でしょ。で、4店舗、自分ら的にはさ、何店舗目で終わると思う。10。選択肢考えたら俺は5、6で終わってほしい。移動時間だね、ほぼ。うん、移動時間がすごいかかってる。まあ、正直、次の次でもう1個埋めたよね。何が余ったんだっけ今。スパビー。スパビーだね。だって2位と1位。さあ、これもうヒントとかもらえないもんかね。欲しいっちゃしいよね。まあ、でもまだ2店舗目らしなっていう。そっか、尺的には時間的にはさ、なんかもらいたい時間帯なんだけど。そう、動画の前の人は、うん、ほよくねっていう。そうなんだ。尺的にまだ5分とか6分らへんか。そうそうそう、でも記憶がマジでないもん。うん、何したいって俺らっていう。じゃあとりあえず今度こそ3店舗目いきます。今度こそ3店舗行きます。次の家で必ず3店舗目です。見ててください。どうぞ。はいはいはい、はい、柏に到着しました。やった柏だ。嬉しい。早かった。これで達成感やばい。でも、ね、もう柏に着くまで帰れまでじゃなかったか。いやー、そうしよう。いや、そうしよう。いや、もうマジでさ、もうなんだ、まだ2店舗目で柏ついて今暗っ。あ、6時6時。暗っ、何これ。とりあえずここにマック何店舗かあるんで、はい、買ってきましょうか。はい、で買い出しじゃんけんかな、これは。せやね。じゃあ負けた人は買いに行こう。オッケー、最初じゃんけんぽい。はい、こっしょ。イエーイ。え、てかどこだ、マックは。あ、俺が知ってるから。あ、オッケー。あ、ここ庭なんだからさ。なんだ、なんだ、行くよ、これ。分かんないな、庭だからなんだ。任せてくれってこと、庭だから。あ、ちょ、いいよ、これに行って。え、もう、寂しい、寂しい、寂しい。え、怖い、怖い。え、庭なんでしょ。庭なんだけど。俺、ここ庭じゃないの。だから、分かんないから。一緒に行って。じゃあ一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行きます。すいません、一緒に行きます。頼むよ。なんこいつや。お前手汗やっばー。いや、今のでブワって出たから。お前のあれでノリこいつとかって焦っちゃって、どんなノリかわかんなくて。
じゃあ待ってね。お願いします。はい、マックマック来ました。逆にさ、これでさ、うん、全部終わったらそれはそれでシャバやね。まあシャバ移動時間3店舗目で終了ってわけだから。そうだよ、そうだよ。ということで買ってきました。はーい、なんだっけ、もう忘れた。誰が買うねんのコーナー代表です。ヨーグルト生きて超まで、ここビフィス好き、ビフィスプチプチ。誰が買うねん。一回ヨーグルト生活をやったんだけど、うん、はい、生きて腸まで届くと、とんでもないことになる。本当に、本当にお腹ピーピー壊すよ。一個で。やばい。いや、もうそれしか食ってなかったの。ああ、絶対それやんじゃん。じゃあ次、はい、サイドサラダ。はい。で、もうランキング入ってるスパビーです。はい、スパビー。スパビー食べたい。でも全然食べたいならいいよ。全然。お腹空いてる？お腹空いてる。え、でもあなたこれ。あ、そう。おーい。買ってるんかい。すいません、しっかり僕満たしてるじゃないの。だって俺時間経ってお腹空いてるもん。じゃあこの撮影パパッと終わらせてジロー行こうぜ。なんで家系にしてください。家系ならいいんかい。うまっ。いただきます。はえよ、はえよ。自由なのよ。確かにジロー行くか、この後。なんでスパビーうまくね。これ最高だもん。ワースト3、ワースト3。信じらんない。よし、これ行こう。なんでそうとか言った。絶対うまいやん。うんまっ。これはもらいたい。うんまっ。めっちゃうまい。キットカットだけではなくて、イチゴのキットカット。え、でも2種類あったよな。うん、あ、ノーマルもある。あ、まあ、そうだよ。うまっ。うまいよね。お、一番端っこ。わかる。見てなかったから。わかる。一番端っこだね。いや、もうメニューをね、うん、見たのよ、注文しながら。どれがワーストそうなのか、全く分からん。本当に分かんない。もう分からんよ。はい、オッケーです。よーし、おっしゃ、お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ今回2個しかないんでね。2個しかないですよ。じゃあ俺が食べたからいきます。え、俺が食べたサイドサラダはワーストに入ってますか。お願いします。入っておりません。マジかー。31、ランキング入りしててさらに結構人気じゃん。うわ、ランキング外でもなく入ってんだ。でもヨーグルト、さすがに。うん、そうだね。じゃあヨーグルトワースト3位以内入ってますか。入ってません。やばいよ。ランキング外。やばい。これすげえいいこと考えちゃった。天才。もう全メニュー行こう。ローラー先生。やけぐそ早い。まだこうやってさ、シャカチキチキンのみってあるかな。ん、シャカらないシャカチキ顔してる。あんのメニューで。そもそもあるあるある。一応ね、値段変わらないけど。あるの。あるある。シャカチキチキンの。うわぁ、シャカらないの。シャカチキってシャカりたいから買うね。いや、そうです。名前がシャカシャカ入ってんだから。うん、15ピースのナゲットは買うもんね。うん、これ意外と注文されそうなイメージある。15ピースのナゲット買う。食いたいよ。え、買うか。ちょっと食べたくなった。待って待って、15ピースって夜限定じゃないの。いや、もうずっとあるよ。あんのか。なんかちょっと、私が思ってるよ。俺も買ったことはない、友達とマック行っても。いや、5ピースでさ、十分じゃない。パーティーの時しか買わないから、うん、共有するって時だよね。うん、違います。じゃあ、続いてチキンナゲット15ピース、そしてシャカらないシャカチキ。アホだな、響きが。で、もう順位に入っているスパビー、ね、この3つでいきましょう。よいしょ、いきますか。はい、ということで、はい、今ね、ゲームマスターのハヤテ君と一緒に買い出し行ってるんですけど、はい、なんなんだよ、言っちゃいない。お兄ちゃん、いいんですか、言っても言ってもいいんですか、このここのこのご調子で。それはちょっとね、申し訳ない。シャバシャバのシャバになっちゃうからな。買って、マリモたちも戻ります。行きましょう。はいはい、いやいや、さあどうだ。買ってきました。はい、今回はね、ハヤテが注文している姿を見て、うん、1個ほぼ確信を得た。なに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 。まず1つ、ね、その俺ボロ出したの。いや、ハヤテがボロ出したわけじゃないんだけど、まずこれスパビーね。おい、スパビーね。チキン投げた15ピース。食べたい。食べたよね。食べたいね。ちょっと待ってね。おい、彼女にやるやつやん。ちょっと待ってね。ちょっと待って。こちらシャカらないシャカチキ、うん、ね、なんだけど、ハヤテがこれを注文してるときに、うん、店員さんがパウダーどうしますかって聞いてきて、うん、あ、いいですっつって、で、入れる時もパウダーどうしますかって聞かれたの、うん、で、いいですってことだったの、うん、断ることないやん、普通。いや、まあね、もう、まあ、ある分にはね、食わなくても、うん、ほとんどの人は、うん、あ、じゃあって言っちゃいそうじゃん。うん、まあ2回聞かれるとね、うん、だとしたら
理論上入ってんじゃねえのかなっていう。だとしたらすごいぞ。いや、翔ちゃん今日冴えてるね。すごいっすね。怖い。冴えてるぞ。もう知ってるレベルで。翔ちゃんが全部終わらせてほしい。やらせみたいな。楽しいな。楽しい。お前らの撮影って楽しい。いや、嬉しい。そう言ってもらって嬉しい。いや、本当にね。じゃあ、いただきます。いただきます。あ、うめえ。うん、なんかね、子供の頃はバーベキューだったんだけど、うん、年を取ることでマスタードになっていく自分がいた。うまいよね、マスタードが。うん、まっ、うん、でもチキンナゲットやっぱね、うまいよね。うん、あ、すごい贅沢。いいね。シャカらないから。なんなのこのシャカらないシャカチキの完成されてるのに物足んないか。うん、完食。うん、はい、完食。なるほど。うん、おいいいね、早いね、クエス。うん、食ってばっかや。本当だよ、食いすぎだよ。多分お前らの撮影が好きな理由、合法的に食えるからそう、罪悪感なく食えるからそうそうそう、仕方ないもんね。そう、仕事だって企画だもんっていうそう、いきますよ、サクッといきますか。じゃあ僕らが食べたチキンナゲット15ピースは、ワースト3に入ってますか。頼む。入っておりません。まあしょうがない、しょうがない。いや、もう次か次か。ランキングには15書いてないね。あ、論外か、県外って何の。マジか。じゃあ行きましょう、次。じゃあ一応今回はシャカらないシャカチキとして食べさせていただきました。ワースト3位以内入ってますか。お願いします。頼む。2位。天才がいた。ちょっとね、ちょっと待って、マジで。ちょっと待って、天才がここにいた。ちょっとこれ欲しい、いや、これは天才だよ。天才っぽい。え、ちょっと待って、回しもん。回しもんじゃない。回しもん。かわいい。え、ちょ、やばいね。やばいのが、うん、チェダーのもうレッドペーパーも入ってる、他の順位で。うん、シャカらないがジャストで当たってる。マジで。チョーちゃん書いた人かな、これ。天才だわ。ちなみにこれみんなのランキング運営者。運営者だ、運営者。すげえぞ。よく書いた人だ。すみません、変なの作っちゃった。すげえな、おい。マジか。もう61位なの、普通のシャカチキは。なんだけど、シャカチキのレッドペッパーが27位。マジで。で、感動。もう一つのチーズの方が23位。だ、23位、25位で、それだけ、61位。すごいね。すごい。いや、正直、まあ一緒でもいいかなと思ったんだけど、うん、後から見たらあるのよ、どっちも。うん、うわーと思って。さっき当たった時に軽い山彦になってたから、天才がいた、天才がいた。そうか、一回響いてたから。いや、すごいぞ。さすがに鳥肌が。マジか、びっくりした。一応事実上のワースト1位2位。すごい、3位だって。じゃあこれはもう翔ちゃんを本命にして、俺らはちょっと本当サポートする感じだと従おう。でももうあと1個しか買えないから今後。うん、そうなんですね。軽いから、軽いから。15ピースじゃなくてよかった。そうそうなのよ。ビッグマックいた。ビッグマックとかさ、何でしたっけ。トップ10に入ってたじゃん。1個しかないってやつな。いや、思ったけど、思ったよ、アップルパイ。でも、俺アップルパイ大好きなんだよ。俺も大好きだし。100円で買えるからね。実家ね。うん。2人は頼む。ああ、じゃあもう人気だよ。ただ、これが俺らだけの可能性も捨てがたいな。プチパンケーキってどうなん、実際。お子ちゃま界隈では結構人、あのお子様セットに入ってるから。ハッピーセットでついてくるのは別じゃん。どうなんだ。マックシェイクってどうかな。マックシェイクシェイク飲むのは何味。せーの、バニラ。バニーチョコ、バニー。あ、ストロベリーとチョコ。そうだよね、だってまあ安定のバニラじゃん、とりあえず王道は、うん、で、ちょっとチョコ飲みたいな。で、季節的にストロベリー行くかなっていうのはありそうだけど、うん、まあ、一旦行くのもありかもね。ソフトツイストは頼んだっけ。ツイストなんだよ。ワッフルコーンのプレーンだけ。これワッフルコーンのどれ書いてたら本当に俺怖いんだけど。俺だって最初にワッフルコーン食ってた。プレーン食ってたのか。で、マックシェイクストロベリー行くか。え、一旦行ってみたい。マックシェイクストロベリー、あ、1個だけになるんか。そうだよ。そっからが本当にハードモード。行きましょう、行きましょう。じゃあ買ってきます。もやもやするぐらいな顔。行けない仕事っつって、それはやばいみたいな。で、それで、あの、俺たち本当にマックで食べる、今これやってる撮影。だからマックから帰った後に、そのキャッチの子がガーって来て、ちょっと待って、私1時間半、はい、マック行ったでしょ、はい、じゃあうち飲みに来てみたいな、ぐいぐいめっちゃ来て、キャッチの女の子が。いや、だからまだ仕事中なんだよ、嘘だ、だからマックもう買ったじゃん、でももういいじゃん、飲みに来てよって言われて、いや、違う、本当に仕事中なの、じゃあ何の仕事してんの、YouTuber、 ふざけんなって言って、叩かれて。めちゃめちゃ可愛かった。
なんだ嬉しい話だよ。結局そこちゃんちの女の子に絡まれて可愛かったって喜んどるやん。結論はそこ、うん、なんやねん。でももう一個あったんだけど、うん、それマックの出来事なんだけど、うん、まあ、あのお会計マリムが払ってくれて、うん、あので俺トイレ行ってた、うん、で下から降りてきたらなんかカップルの女の子がすごいこっちずっと見てて、うん、で携帯もこうやって持ってたの、うん、であファンの子かなみたいな二人でなって、うん、なってでファンですみたいな言われてちょっと写真撮ってくれませんかみたいなこと言って、うん、でなんか俺がなんだよなんだよみたいな感じで言ったら、うん、俺じゃないのタクの子えわいいっつったらはいそうですよ、なんだなんだもうなんかつまんね後ろでなんか俺恥ずかしいから、ね、YouTuber ですよ一番恥ずかしい。いやこれ難しいね君キャガチ恥ずかしい。俺かなと思って言ったら俺じゃなくてタクのファンでしただから俺もうねあの強がってさあじゃあ先行くねタク本命のマックシェイクストロベリーでございます。はまあ、これ飲んでいいよね。どうぞ。よかった、ありがとうございます。好きというかなんかもう答えを入れたくないのでマジで腹壊すんじゃない液体の方がいいよ飲みすぎだよ緩くなっちゃう。うん、じゃあいただきます。いただきます。もうわかんない、俺はもう力を使い果たしたクソ、翔ちゃんがやられた。すっごい厄介したよって。2個張ってるなんてないよ、うん、普通、うん、自分の体を張って2個。そして俺たちはもう絶対これでしょ、何度も外し続けてる情けねえ、申し訳ない、なんもかまよないやだってさ、そう2人で言ってた、うん、じゃあ何ってないんよ。お手上げ、うまいよな。じゃあ頼むよ。じゃあ僕が飲んだマックシェイクストロベリーはワースト3に入ってますか。頼む。入っておりません。俺すげえ今来る気がした、イチーって残念ながら。シェイクの線はそもそもランキングはマックシェイクストロベリー46位。あ、入ってる。あ、意外と低い。低いね。じゃあチョコ、チョコかもしんねえな。チョコかもしんねえ。でもチョコ飲むって言ったのマリモだよね。うん、そう、俺バニラ。でもマリモン前回さ、トップ10当てる時にさ、うん、外してるから、うん、逆に普段食べるもの食べたワースト説あるよ。おい、ふざけんなふざけんな、失礼だぞ歩くワースト3 意味か照り焼きチキンフィレオとかどうかなあ、それ言ってるから入ってるよ。確かに。うわ、どうする。ちょ、マジでさ、マジでさ、マジでさ、ちょっといいんじゃない、マジでいいんじゃない、このでかい 50-50 やろ。あー、はいはいはい、でもっと大きくでかい 50-50 でもどういうことかはまだその大雑把に聞くだけだから、ああどれがどうとかはまだ詳しくは分かんない。一回提案として出すね。マックはマック、マックはノーマックみたいな。マックでかすぎだろ。なんでもない。じゃバーガーかバーガーじゃないか。ああ、グレードが、まあ、そうだ、スイーツとデザート、いいね、あースイーツと的にいいサイドが一緒だからちょうどいいっちゃ。そっちにする。そっちにしよう。うわー、でも逆にバーガーが携帯してんでもバーガーもう考えなくていいんだよ。そうだよ、思うからね。そうだね、そうだね、そうだね。行こう、許し、はい、お許し、オッケー。じゃあバーガーかバーガーじゃないか。はい、バーガーじゃないです。うわー、だったら本当にシェイクチョコありえるぞ。チョコ行くか、行こう。じゃあチョコ行きます。チョコ行きます。でちょっと皆さんちょっと、はい、まあルールでは言ってなかったんですけど、うん、今の時刻が8時なんですよ、うん、8時でこれからねドライブスルーってまたなるとあんまなくて、うん、もう柏でもうやろうかなと、うん、だから同じ店舗使うのありっていうことで、はい、あもう耐久戦だな。もう揃えればいいので、うん、一番近くでも距離あるのよ。結構800m ぐらいあるんで。そうそうそうこの往復だけで結構カロリー消費っすから、ね、そうそう、あの撮影開始して6時間ぐらい経ってんで皆さんそこ勘弁してください。許してください。許してください。お願いします。お願いします。じゃあ次買っていきましょう。いきましょう。おはよう。おはよう。あ違う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 。どうぞ。で今回の新入りシェイクのチョコ頼んだぞ。僕ですかね、これは。また飲んでくれんだ。なんてこったい。どっちがいいのか。お腹壊すんだろうな。 YouTube のためにお腹壊すならさ、本もさ、いただきます。帰りどんだけトイレやるんだよ。うん、うまい。いただきます。あーでも確かにストロベリー選ぶわ。いるよ。うん、ワースト1の味してる、匂ってるワースト。これで違ったら本当にどうしよう。だるいな。
車が入れ替わったもんね最初の頃の車と違えば2回入れ替わして、うん、お前がモーニングルーティンするわけないやん。だっていつも朝帰りでしょ。おい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 、なんか遊んでみてに行くとやめてください。朝帰りなんかしてません。え、嘘してません。シャンリアリティやったナイトルーティンでしょ、どっちかっていうと違う。あはんげモーニングルーティンあるとしたらまず朝帰りから始まるでしょ。あんちゃんには負けますよ。お兄さんには負けますって。終わりました。はい、ごちそうさまでした。よし、じゃあマックシェイクチョコワースト3に入っていますか。いいよ、入ってないよ。入っておりません。帰るよ。帰るか。帰ろ。今回はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。だるー。ちなみにストロベリー46に対してチョコレート49です。じゃあバニラはないよ。バニラは絶対上だよ。バニラ上だよ。うわー。え、ちなみに今何位を当てなきゃいけないんだっけ。その50、あと数字は66位。結構下なんだ。67中66位。67は何だ。67は何だったの。存在しないマックフルーリー生キャラメルですね。これはもうあの多分期間限定、当時の期間限定だね。当時の限定なのかレギュラーにいたのかは知らない。マリモさん、マリモさん、マリモさん寝てた？冬眠してた？あ、大丈夫？おはよう。あ、おはようございます。何これ？あ、回ってる？YouTube。あ、へえ。YouTube。面白い。よろしくね。YouTube っていうものを忘れてる。ショックで。でかすぎる。もう疲れちゃった。マジ？マックフリア。本当に？ガチで言ってる？はい。マックルコーンのプレーンが雑魚すぎただけで、ストロベリーチョコは入ってる説は。いや、行く？ありえそう。で、行こうか。だって。最下位がキャラメルフルーリーなんでしょ、うん、今はないけど、うん、ってことはそのアイスの路線でも下がりかねないってことなんだよ。全然だからワッフルコーンの味付き200円台のやつフロートよりは可能性ある。フロートよりは確率あっちで食べよっか。あの広場あんじゃん。食べて外れたらそのまた買い出し行けるから移動楽しみ。そう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 。そしたら先ストロベリーがいいな。オッケー。チョコのが人気ありそう。これで外れたらショックだな。あと2つあるんでしょ。ワッフルコーンの選択肢は。頭キーンしてきた。アイス買わない、アイス買うっていう。マックフロートマジであるかもよ。マクロットどれ。え、これ売ってんの。売ってるんじゃない。売ってんの。見てこ売ってんの。これ店舗限定とかじゃない。これもう見たことはないかな。どうなのこれ。もうヒントはシャバいのかな。何かを犠牲、何かを犠牲にしたくね。捧げないとまあフェアじゃないよね。スパビ2個にするか。あ、いいね。多く食うからヒントください。でもそのヒントはどれぐらいのヒント。それドリンクか。まだその食うバーガーのサイズによるんじゃない。そうなってくる。あ、スパビー2個じゃなくてスパビーと何かってこと。スパビーと何か。やば。その何かのサイズによってヒント、その出せるヒント。ビッグマックいったらどれぐらいのあれなの。そのでもそのさじ加減は自分たちで一回手出してみて審議しやないと。俺の一概ではちょっと。フロートはフロートじゃない。あ、それでかい。フロートはもう飲みたくないもん。もしそれの、じゃあフロートでいくか。ほんじゃまあいきますか。じゃあまず何を食うか。それに見合うものは一体何にする。いくぜビッグマック。いくぜビッグマックか。いるって。いいと思いますよ、このレベルだし。よしよし、じゃあビッグマックで。フロートか。フロートはそれ以外か。うんうん、それ以外です。よかったー。よかった。じゃあワッフルでストロベリーで。ワッフルだね。よかった。おかしくなっちゃった。マジローラーで全部フロート行くとこだった。クリアした気分。そう。やった。ワッフルコーンの線で一回行こうか。だったらストロベリーがいい。ワッフルコーン、ストロベリー行こう。ストロベリー行こう。いや、着いたぜ。よっしゃ。いや、マリモがね、ここに来るの初めて。そうだね。発祥撮影するとき俺らここなの。あ、そう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 。たまに顔出して。ここにと悪人いるかな。ここにいるかな。不思議、限界ファンや。よし、はい、じゃあとりあえずこれ、はい、ビッグマックその最後、うん、そのヒントを頼りにこちらワッフルコーンのストロベリー。はい、じゃあ食べよう。はい、いただきます。いただきます。はい、どうぞ。ほぼここでビッグマックは。どう。味はうめえ。じゃあ頼まないよ。頼まない。なんだけど映える見た目してる。そもそもマックで映える要素を求められてるかって話。ただ安くで食うために来てるじゃん。あと高校生が興味本位で頼むだけだから。え、どうする。入ってなかったらチョコいく。ドリンクがないんじゃん。豪華ないんじゃないの。ちょっとスイスいく。ちょっとだけ耐えらそう。よく耐えらそう。失敗したくない。
何してんまあ、うまいんだけどねなんか失礼に感じるのもワーストでなんかワースト当てるワーストないもん別に味は今日のカロリーエグ結果的に結構な量になったねめっちゃ取ってたはい、こんにちはおー、いいねはいあ、ちなみにマスク外してますけど周り人いないです誰もいないですバカさんはいよっしゃー出たじゃあワッフルコーンストロベリーお願いワースト1位ですかこれいいよ、いいよもう入っておりませんやばい入ってないです。ちょっと待って。またビッグマック。なーにこれ。なんでだよ。毎回ビッグマックついてくると思って。もうそうだと思う。やばすぎ。やばすぎ。え、どうする？チョコ行く？いや、一回ジャブでさ。ちょっと待って。お前なんかね、お前なんか初回のテンション。ジャブでさ、じゃない。俺ら結構ジャブもいろんな感じ入ってる。一回こう引いてみて、プチパンケーキ押したい。さすがにアップルパイ人気ある。どっちかだったらプチパンだよ。うん。あとはなんだっけプチパンケーキとホットアップルパイソフトツイストワッフルコーンチョコ&アーモンドマックフルーリーオレオ6分の1だから1品ずつしか進めないそうなのいやまあそこはねじゃあ何を注ぎますかって全力で買ってきてもいいからじゃあ俺ら無限に扱ってしまったテリヤキチキンこれは忘れようっつっちゃったわけじゃんそしたら 2週分ぐらい買ってきてもいいんじゃない2個分スパビーも2個分ついてくるそうなっちゃうまあそうだな時間をバーガー1個で交換するってことでしょやばいちょっと待ってくれわかったじゃあわかった俺が食おうおーイケメンイケメンだなでしか俺が食ってやるけどその2個外すわけにはいかないプチパンとソフトツイストってワッフルコーンがあるじゃんフルーリーの場合あるこれさいつだろ面白いそうだフルーリーの B ってもない絶対ありえないじゃんどうする割り物のりに浮かんだパンケーキともう一つ3219オレオ勝負するどっちどっちどっち普通か超超オレオね超オレオはね微妙なんこれガチだよね濃い無駄ないオレオすぎる無駄なんだよねうわなんか知りませんじゃあその分スパビー2個としゃからないしゃから2個テリーチキン大食いやんなんだこれ急に大食いになったおい大食いやなんだこれはい来ましたよ買ってきたよ素晴らしい見てこれほら普通に楽しむ量なんだよということでテリヤキチキンです本命のプチパンケーキいただきますこれさチキン大好きなんよこんな心がならないからってあ、パンケーキはいはいフルーリーいける人いるいけるないとあ、じゃあいきますいや、本当にマックの調理はちょっと普通マックフルーリーのあの量がちょうど美味しいと思ったで、値段も一気に高くなる頼む、これで終わってくれはい、OK はいよよし、終わってくれ花火が入って行きましょうプチパンケーキはワースト3に入ってますか頼む入ってますよまあ、安心したこれまだこれくらいマリモありがとう大丈夫だマリモありがとういや、楽しかったよな楽しかったあ、早かったよかったよかった締めの挨拶考えとこうかなそうだねそうだねよし、ありがとう行きましょうマックフルーリー超オレオワースト3に入っていますかこれと準備決まってんだよ、お前その顔はよ入ってますねえ、頼むよなに、ちゃんと上なんだ上だね上だ67.28あ、で、吐きそう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 何のチキンフィレだったんでしょうかおお、俺ダメだ今絞られてるこれで一応もう食ってないのは普通のオレオワッフルコーンチョコ&アーモンドホットツイストホットアップおいって多いって多いよいや、待ってじゃあこの傾向的にワッフルコーンなくそっかで、フルーリーも絶対入ってるだからアップルパイオアソフトツイストなんだアップルパイが下なわけないじゃないかだからソフトツイストだよでもアップルパイってよくよく考えたらリリリリリリリってプチパンケーキっていうのはセットで頼むとお子様とかね食べるけどアップルパイっていうのは意図的に頼まないとついてあるということは本当に好きなユーザーしか食ってないんじゃないかっていうただねただねハンバーガーをわざわざダブルにして食うようなやつよりしたかったいやそうだよね今日の勝者は冴えてる冴えてる今日の勝者は冴えてるからだからソフトツイストですおお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 
これがワーストです。これが終わりのソフトツイストだ。ソフトツイストだ。じゃあいただきます。はい、ラケットやん。うまい。うまいよ。それがワーストだけ見えたよ。でもなんか残ってんだ、ずっとよ。これは何の、ああそういう企業戦略、まあ、すごいならでは。本当に頼む、これで話したらもう笑っちゃうよ、俺ずっと笑ってる自信あるよ。勝って終わらせよう、うん、はい、OK、みんな食い終わった。お疲れ、みんな。これがワーストなんだよ、もう。ありがとう。はい、じゃあソフトツイストワースト3に入ってますか。入ってません。待って、もうだ、ねえねえ、お願いだから当ててよ。嘘ね、嘘ね、嘘です。残りの選択肢言ってみ。普通のオレを、オレをマフルコンのチョコをオートアップルパイ。ワッフル変わった。はい、もう何週目か忘れました。こんにちは。いただきます。いただきます。いただきます。さすがにワーストに入ってるさ、スパビーも今日だけはめっちゃ売れたんじゃない。そうね、次のランキングで上位に入ってきました。どんだけ元気を頑張る。さっきの方がビリの味したぞ、これ。マジじゃん。これアップルパイだったらどうしよう、マジで。もうさ、それなりに飲み終わった大人たちが歩いてる時間だよ。ベロベロになったカップルとかいてよ、このカップルがさ、ベロベロになる前から俺らマジ撮ってる。本当にマジで猛威だ。あー、いいぞタク、それだ。オッケー、ありがとう。タクは食べきりました。ありがとうございました。じゃあ行きましょうか。はい、ワッフルコーンのチョコアンドナッツはワースト3に入っていよっしゃ。うわ、怖い。もういいよ。もういいよ。1位。なんか嬉しさでゲロ吐きそう。チャンスしたのオレオじゃなくてよかった。本当にね。お疲れ。お疲れ。お疲れ。何時から始めた、何時に終わりました。今3時だとしたら6時間半ですね。で、初めてです、こんな長丁場。本当、はい、やったじゃん。じゃあ熟プッパでもないですよ。前回はマックの人気トップ10をはい、当て、今回はマックのワースト3を当てました。はい、マック編が終わりました。はい。はい、というわけで今回のマニモくんのね、チャンネルもちょっと僕ら出てるので、はい、この動画が投稿されるときは分かんないんですけど、あ、そうだね、まだ先かもしれないけども、そのチャンネルを出ます、出ます。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。それではまた次のマニモコラボでお会いしましょう。バイバイ。お疲れ。もう当てたくなりますね。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシデンターズは悪伝ショート始めますということで、アクシデンターズもとうとうショート動画あげちゃいます。ショートでも悪伝節見せちゃいますので、お楽しみに。